あなたも付き合ってあげるのよね。仕事場だというの。私の教会の素晴らしさに感動なさっているようですわね。その声は。ようこそおいでくださいましたわ、あの大陸の女神の皆さん。あなたはベール。それじゃあなたがこの国の。愛のありさまは何？あら、気になるところでもありまして？むしろ気になるところしか。うわ、何この操縦席みたいなコントローラー。バカだ、いい意味ですっごくバカだよ。こんなの一般家庭に置けるわけないのに。これは BLCD。 うわ、男の人同士なのにキスしようとしてる。とても楽しんでいられるようですけど。てめえら遊んでんじゃねえ。もう見たらダメって言ったでしょ。はーい、ごめんなさい。ちぇ、面白いものいっぱいあるのに。向こうのベールの部屋よりレトロ感満載ですか？相変わらず賑やかな方たちですわね。では改めまして、私がリーンボックスの女神ベールですわ。先立ては正体も明かさず失礼いたしました。ルビーに来てたのは女神自らスパイ活動を行っていたという解釈でいいのかしら？ご明察。
思ったほど頭は悪くありませんのね。気に入らねえな。見下した言い方しやがって。え？自分自身で見聞きした上で乗り込んできたってことは、それなりの自信があるってことなのよね。あら、またご明察。予想外ですわね。こちらの女神は揃いも揃って、おつむが弱いと踏んでいたのですけど。おつむが弱いのはあの二人だけ！おー、綺麗にハモって。こういう時だけは息ぴったりなんだよね。ノアールとブランは。あなたたちは黙ってて。そうでなくても私たちまで頭が悪いと思われてるみたいだから。それって私たちのせいじゃないんじゃん。ノアールちゃんひどい。でも女神を4人も呼びつけたのはさすがに調子に乗りすぎね。その伸びきった花っ柱、今すぐ叩き折ってやる。まあ、野蛮ですわね。落ち着いてくださいませ。私、荒事は好みませんの。はあ？そっちから喧嘩ふっかけといて逃げるつもりかよ。喧嘩など売っていませんわ。私は正々堂々とこの大陸のシェアを全ていただいてしまおうと思っているだけですもの。つまりどういうことよ。皆様とは争うまでもないということですわ。リーンボックスの最新ハードを普通に普及させれば自然と人々の信仰は私のもとに集まりますもの。それに、それにちらり。私の胸に何かついてる？どこ見てやがる！いくらでも見てくださいませ。うわあ、効果音が全然違う。人並みが一人、平均以下が二人、そして絶望的なのが一人といったところですよね。この大陸の方々は女神に恵まれてませんわね。私は人並みか。てめえ誰のどこが絶望的だ。名指しした記憶はありませんわよ。それともご自分がそうだと自覚なさっているのかしら。それにしても変身しても絶望的なのは変わりませんのね。うがー、離せ離せ。ダメだってば。ベールさんも言い過ぎだよ。ブランちゃんがかわいそう。そうだそうだ、いじめんな。ペチャパイいじめんな。てめえらも大差ねえだろうが。やはり戦う前から勝負はついてますよね。それでは皆さん、残り少ない映画をどうぞお楽しみくださいませ。ああ、待ちやがれ。許さねえ。あいつだけは絶対許さねえ。しかし、まさか成功法で来るとはね。
どうする？どうもこうもね、正面から受けて立ってやる。要はあいつのハードなんか見向きもされねえくらい、こっちのハードを売りさばけばいいんだろうが。まあ、成功法に対してはそれが一番有効よね。ハード性能にも自信あるし、販売促進キャンペーンとか打てる手は打っておこうかしら。ほら、とっとと帰んぞ。こんな胸クソ悪い国、いつまでもいられるか。そうね、急ぐに越したことはないし、帰りましょ。あ、行っちゃった。もう少しここ